こんにちは、モノモースです。今日は、プロ野球界に衝撃が走ったニュースをお伝えします。それは、なんと読売巨人軍の小原達則監督が退任し、後任に安倍晋之助コーチが昇格するというニュースです。これは、まさに巨人軍の新たな歴史の始まりを予感させる出来事ですよね。原監督は、17年間の監督生活で9度のリーグ制覇を成し遂げ、球団歴代1位となるレギュラーシーズン2 3 290勝を挙げるなど、その手腕は誰もが認めるところです。しかし、ここ2年は4位に終わり、クライマックスシリーズ進出を逃していました。そんな 中でででののの退任ととなななりりまししたたたがこれは原監督の大きき決あり新たな風を巨人に吹き込むための一歩とも言えるでしょうそして、後任には安倍晋之助コーチが昇格します。彼は、長年にわたりセホスとして活躍し、主力打手としてもその名をはせた選手です。引退後は2軍監督を経て、今期からは1軍ヘッド剣バッテリーコーチを務めていました。その経験を生かし、新たな巨人軍を築き上げることが期待されます。私の意見としては、この人事は巨人軍にとって新たな挑戦の始まりと言えるでしょう。原監督の功績は大きいですが、新たな 風を巻き起こすためには新しいリーダーが必要だと思います安倍晋監督の下で巨人文はどのように変わっていくのか非常に楽しみですそれでは今回はこのあたりで次回も最新のニュースをお届けしますのでお楽しみにモノモースでした